はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。高橋みともです、今回の動画ですが、感想動画になります。ポケモンと、スーパー戦隊、そして、仮面ライダーの3つです。まずはポケモンからなんですが、ポケモンは感想は、55話の回ですね。小春ちゃんがポニータゲットしたと思ったら、ゲットしてない。のか分からないオチでした。はい、以上。で、2つ目が、あれですね。仮面ライダーです。仮面ライダーセーバーは22話ですね。見た感じは、ごまレッスン、なんか、なんだろう、わけわかんないっていう感じですね。うっぷなしさんも見てても。っていうことで、二つ目ですね。最後スーパー戦隊ですが、47話ですね。43話です。ガスだと、ジュエル君が思いがけないあれした回なんですけど、プンシさん、遅れてみたんでね、ざっくり言ってびっくりしましたっていうことで。ちょっとすいませんね。一応撮影時、いろいろあった日なんで、多分皆さんも、ちょっとこれ感想の中で言いますが、いろいろありました。昨日が13日ですね。13日に地震ありましたね。それでちょっと影響で、あまりうっぷんしさん寝てません。って、寝てなかった。今、起きてから撮影してるんですけど、いやちょっと大変だったんで、ちょっとこれ動画回せないなと思って、ちょっと遅れましたのですいません。それはご了承してほしいなっていうのと、ちょっとこれ、感想動画なんですけど、ちょっとだけお知らせをいたします。来月4月からですね、実はですね、今、ウルタンマンの感想やってませんよね。そのお話です。ウルタンマンが新しいシリーズ放送するまでは、感想はないですが、これアニメを増やします枠を、アニメ枠を。シンカリオン Z っていうのが4月から放送スタートなので、それも、テレ東なんか配信やってくれれば、その、テレ東配信のやつで見たいと思ってるので、一応入れさせてもらいますということで。ちなみに、ウプヌシさんはシンカリオン前作見てますのでね。いや、まさか前作違うっていうの思わなかったよ。ということで、ここで動画を締めさせてもらいますが、皆さん余震とかにも気をつけて生活していってください。動画を、締めさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。さようならー。